久保さん、強いと、強いと、あれですよね、デメリットというか、強いと強いで、強いは強いとで、なんか、なんだろう、なんか、堀江さん、また出しますけど、堀江さんって、堀江さんが相談できる相手って誰もいないと思うんですよ、多分 <laughs>。だから、自己解決するしかないから、自分自身が強くならないといけないっていうところで、まあ、いろいろな、 考え方っていうのをまあもともとあったのかよくわからないですけどもただ堀江さんが相談できる人は多分いないので自分でなんか全てを解決していかないといけないからなんかそういうああいう感じになったんじゃないかなと思いますけどねうん僕もねなやあの相談できる人いないんですよだから今はねやっぱ昔はやっぱあのあのシチュエーションですよね 一応会社という組織があって、従業員は仲間じゃないんだけども、一緒に働いてるスタッフがいるけれども、なんかめちゃ孤独っていうところで、なんかすごく僕はあったんですけど、今はね、あの、一人でやってるから、もう一人なんですよ。だから一人なんです。何も求めないし、何もなんだろうなか、あの、それが逆にいいので、だから僕はもう群れたくない。仲間欲しくないですね。今は。仲間は邪魔みたいなも、もうあれ。 今はね。うん。ただ、前は仲間欲しかったです。今はでも仲間欲しくないですね。仲間は邪魔だと思いますね。ビートたけしさんの話分かると思う、なんかよく分かるような気がしますね。本当に仲間と思うんだったら仲間に迷惑かけたくないから消えるっていうね。うん。だから仲間がいるとなんか気にかけないといけないのでめんどくさいんですよね。僕、僕、久保さんのこと全く気にしてないので、気にかけてないけど、 な、繋がってるっていう、この関係がいいと思います。いってらっしゃい。